できるのです。やがましいぞ。私が急にもらいたいのだとすぐ答えたら笑い出しました。そうしてよく考えたのですかと念を押すのです。私は言い出したのは突然でも考えたのは突然ではないというわけを強い言葉で説明しながら、今も胸に引っかかるのは雨が上がって痛いくらいの青空。お前らさ、修学旅行何コース ?B! コダムでしょ。なんだ、ここら辺みんな一緒だな。そんじゃガンちゃんも。うん。ミキってさ、まだガンちゃんと付き合ってんだ。へぇ。あ、なによその言い方。あんたみたいにね、次から次へと彼女変えてる男とは違うでさ。こいつ、三島たけしははっきり言ってたらしです。ネクタイだ。そう、今流行ってんのよ、彼氏のネクタイとね、交換してつけんの。バカじゃねえのかお前、同じもんだべや。気持ちの問題でしょ。はい、ね、冗談よ、うん、私、たけしのネクタイ欲しい。その座り方は何でいいっしょ、別に。あんなよ、三島。あの子って何人目の彼女だっけ。知らない、三島って趣味悪い。あ、クスコが焼いてる。え。どうすんの三島。なあつみ、ごめんて、なんも泣くことないべやな。ご機嫌取っちゃって。そう、三島ってさ、1年の時男子クラスだった鬱憤を今こそって感じで遊んでんでない。なんもだよ、1年の時から遊んでたさ。もっといいや、学中の時から。そうだ、コタってば昔あいつに好きな女取られたんだって。ほんと。昔のことだよ。だからさ、クスコ、彼氏作んなよ。修学旅行も2倍楽しくなるってもんよ。あんたって見かけによらず奥手なんだよね。ちょっと、こんなとこで思いで話さないでよ、そんなこと。帰んの？いいな、帰宅部は。き、今の話聞かれたべか。じゃあね、バッシュ。ああ、さっき紐結び直してたらブツブツ切れてきて、しゃあねえから玄関行って使えそうなの切ってきたべや。変えよ、紐くらい。やだな。じゃあな。バスケ頑張ね。ねえ、クスコってさ、何さ今の。三島とあんま喋んないね。原田さん、俺もさっき振られて余ってんの、修学旅行用にどうかな。今も胸に引っかかるのは。バカにしないでよ。バカにしないでよね。痛いくらいの青空。原田さん、原田さん。え、傘持ってきた。え、あ、うん。やった、ラッキー。一緒に帰ろう。あいあい傘しましょう。出たよ、三島のスケベが。お、ミキ、お前原田さんが美人だからって悲願点じゃねえよ。なにょ。だいぶ小ぶりになってきたね。ほんと、私強化さ持ってないから助かり。雨止まないで。こないださ、超可愛い子がいてさ、思わず声かけたんだけど。え、お前が？マジかよ。こういう男ってきっと自分のほんの些細な言葉で一喜一憂する愚かな人間がいることを知らない。
何よ、いきなり呼び出して。いいからいいから、こいつの顔ば見てやって。え、ちょっとほら、起きれ起きれ。何、ちょっとねえ、すごいっしょ、青たんいるなんて聞いてない。練習やってて1年にもろ肘手作らってやんの。わかるわかる。クスコごめんね。しかし災難続くね。そうだ、夏美にも振られたし。罰じゃないの。え、何の教えろや、何の罰よ。またまた、ムキになんないでよ。こいつってば、偉そうに睨まないでよ。いい加減なんだもん。不愉快、帰る。あ、クスコ、あんなことくらいでみんなの前であんな言い方。不愉快。原田さんってさ、俺のこと嫌ってるわけ？思い出しちゃった。そうだ、俺覚えてる。俺ら初めて口聞いた時、覚えてるわけねえか。原田さん、原田さん、一緒に帰ろう。覚えてる、雨が降ってたんだよね。そう、それで俺が一緒に帰ろうって言ったの。手が震えて心臓が、残念、音を立ててだったな。顔熱くなって心地いい。翌日三島君は風邪をひいて欠席。私は子だから住所を聞いて彼を訪ねた。彼は親元を離れて一人で暮らしていた。すっごい綺麗。タイルって冬百穀ない？なんか食べた？喋ってないとめちゃくちゃ好きしちゃう。おかゆ食べない？米なんてないよ。夜とかどうするの？一人で熱あんのに苦しくなんないの？寂しい。いてよ。うんだって、かわいいの。ごめん、嘘だよ嘘。早く帰んな。心配しなくてもご飯作ってくれる人の一人や二人俺にはいっからさ。おやすみ。あ、鍵かけなくていいよ。そうやっていつまでもバカにしてればいい。夏美だってあんな頭の軽そうなの好きじゃなかったけど、あんたよりずっといい。私本当にいてもいいって、本当にここにいてもいいって思ったのに。バカ野郎。逃げたい。だたしてこの場を去りたい。
私最初からこの人が好きだったの。今まで自分の気持ちに素直じゃなかった分、この人を見ていたい。たくさん好きなとこ見つけて、もっと好きになりたい。きっともっと好きになれる。ねえ、一つだけ教えて。中学の時好きだった人、コタと取り合ったって本当？お前には関係ないだろ。でも石間くんが取り合ったなんてよっぽどだと思うじゃない。ネクタイをさ、ずっとしてないっしょ。あれなんでだか知ってる？なくしたんじゃないの？夏美に取られたらしいよ。それで黙ってんの？三島クスコ知ってんのかな？さあ、クスコかわいそう。そうそうそう。何言ってんの？え？ああ、今風呂上がり。違うって。翔子さん何言ってんの？だから違うって。もしもし、三島くん？三島くん？まだ切れてないってのか？そんなのに、スコと付き合ってんのか。で、バレちゃって。てめえ！クスコ、三島が！え？落ち着けよ！お前は腐ってるよ！何やってんだよ、お前も！てめえのことしか考えられねえのかよ！やめろってば！コタ、やめろよ！やだ！お前別れろ。こんな奴とさっさと別れろ。ほらお前ら何やってんだ。清水、島、お前らこっち来い。後のもんは部屋に帰れ。原田、お前もか。岩崎翔子、俺ずっとそいつが好きだったんです。中学の時の？はい。今でも？ずっと？はい。修学旅行が終わって、よ、コタ、よかった。もっと落ち込んでっかと思った。優しいんだ。ま、あいつのことは忘れろ。泣くのはお前だからな。でもあいつの好きな人翔子って言ったよね。全クラス探したけど翔子は一人よ。これしかも名字が変わってるってことは、私言わずにはいられない。クスコ、ネクタイ取り返してきたよ。私と付き合ってください。俺好きな人が。それでもいいの？それでも、それでも何でもあんたが好きなの。好きなの。首締められるのかと思った。すっげえ力。締めてやりたいよ。翔子って人どんだけ好きか知らないけど、だけど、だけど私旅行なんてやだから、やだから。バカなことしてんのかもしれない。
コタとマジで絶交かな。俺は髪切ったことだって知らなかったよ。ますます童顔になったでしょ。私、清水くんは背伸びたよね。寒いな。11月の終わりだった。俺ミルク嫌いだって言わんかったっけか。お前のミルクよこせ。お、よこせ。入れちゃる、よこせ。やめてよ、何すんのよ。その言葉をそのまま返すわ。三島くん、翔子。なんであいつが翔子といいんだよ。翔子って呼び捨てにする三島くんの声にこんなに胸が痛いのに。でもさ、翔子ってさ、どう見ても教師に見えないだろ。よくみんなでからかってさ、黒板向くたびにみんな一斉にペンケース振って鳴らすの。ガチャ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 って。三島くんはきっと今日久しぶりに翔子さんに会ったんだと思う。すっごい楽しそうに中学の時の話を一人で話してる。今初雪が降ってることさえきっと知らないでいる。喉が熱くって苦しいことだって。じゃ、また明日学校。たけし、テープことにしよう。同じは嫌。それから2週間後のこと。暖房直しなよ。めんどくせえべや、暖房屋に電話すんの。北海道の寒さなめてるでしょ。暖房なしで冬越せるとでも思ってんの。それより制服はやんなるぞ。寒いよりもいいもん。あのね、コタがね、3年に気ぃつけれって今日帰りに私にね。ああ、あいつはお前には優しいから。違うよ、私にじゃなくってたけしに。もしもーし、邪魔するやつは誰。え、おい、何。え、聞こえない。はっきり言えって。おい、ごめん。え、いや、待って、やだやだ。いじめられたか。もう別れるのは私の心だけが、あの家にはないの。やめて。別れるの。そんな、別れたい。そんなこと言ったらやめて。たけしが言っちゃう。やめて、やめてよ。クスコ。そして2学期の終業式の数日前、予期しないことが起きた。やべえよ、三島とコタが3年生と喧嘩してよ。三島が退学、コタが停学だとよ。コタから聞いた。たけしが昔振った女に振られた3年の逆恨みだそうだ。
たけしはコタが気を失ってる間に全部責任をかぶったんだって。ああ、私ここの管理人なんだけどね、困るんだよこんなとこにいられちゃ。学生が夕方からずっと座り込んでるってこの階の人から苦情があってね。あんたもほら早く帰らんと親御さんが心配するでしょう。さあ早く。やだ、うん、いや、うん、やだったってあんたね。警察呼ぶよ。やだ警察。ごめん おじさん、それ俺んだわ。たけし。たく。送る。大学坊主だ。しゃあねえやな。あんた。泣いてばっかいるね。前はそんなんじゃなかったよね。こないだ悪かったな。もう嫌気さしたべ。俺ね、初めて言うけどさ、2年になってからずっとお前のこと気になってたんだ。お前ってさ、組の女の中じゃ結構目立つんだよ。最初見た時あれって色白いし、なんか色素抜けてて髪の毛とか綺麗だって。それで意識しちゃったら原田さんなんて呼んじゃってさ。柄じゃねえの。だからあの雨の日も適当に言ったんじゃなくて、原田さんと一緒に帰ってお話をしたかったわけで。それは三島くん、私なの。それは私の気持ちなの。私たちは同じなの。本当にごめんな。俺なんかいっぱい謝んなきゃいけない気がする。やだ、三島くんらしくない。あのさ、あんたまだ高校生だし、俺はもう違うけど、もっとさ、なんかポップな恋愛しろよな。え、なんて。じゃあさよなら。こうして三島くんは私の前から消えた。コタ、昨日あいつんち行ってみたらさ、引っ越してたんだぜ。管理人に聞いてもどこ行ったかわかんねえって。お前なんか知らねえかよ。証拠にあったれや。俺はもういい。春が来て桜が咲いて、私たちは3年になった。私あの人を探したりはしなかった。離れていったんだもの、私から。それがあの人の望んだことなんだもの。でもこの町にいればいつか会える、きっと会える、そう信じてた。夏が来て、どっちか選ばなきゃ死ねってんなら俺死ぬわ。それに俺クスコには愛想つかされてんだし。コタ、余計なこと言うんじゃねえぞ。秋になって、明日から冬休みに入るわけですが、くれぐれも羽目を外して事故など起きることもないよ。そして再び冬が来た。何よ、クリスマスの夜に呼び出すなんて。彼女できたんしょ。あいつさ、大学受けるって知ってた？え？あいつ2年までいたから高卒の資格は簡単取れて、うまくいけば来年俺らと同期さ。ほら、あいつの住所。でも翔子ね、嫁ぎ先に戻った。それよかさ、あいつずっと力抜けたまんまだって。お前と会わなくなってから。ほら
俺は愛想つかされたか。違うよな。夢に私は出てくるの？あんたのこと考えてて、だから夢を見てるんだと思って。三島君の声振っていいよ。俺これからすっげー調子いいこと言うけど、頭きたら振っていいから。夢を見てるのは私の方。好きだ。心臓の音がする。12月24日、外は朝から雪。高校出られなかったり、翔子と切れたことよりもすっげー辛かった。そうね、振るのも手かもね。今まで思って切なかった分、今度はやめた。もったいない。雨に煙る街が少しだけ、いつもよりも歪んで見えた。平気な顔で無理やり笑ったわ。随分遠くまで来てしまったことに気づいた。もしもまた憂鬱の癖が出てしまったら。
この日三島くんがくれた言葉の一つ一つを思い出そう。いつでも、いつでも。